明日の雨についてお伝えしていきます。今日は西日本で広く雨となっていますが、うん、はい、明日は東へもこの範囲が拡大しそうですね。そうですね。で少しこう強く降ることもあるかなといった感じになりそうなんですね、はい。まず気圧配置の方から見ていきたいと思いますが、こちらが明日22日木曜日午前9時の予想天気図なんですけども、梅雨前線上には低気圧があって、そちらの方が四国付近に到達する。でまた大陸の方から入ってきた低気圧が日本海に存在するといった状況なんですけども、はい、この2つの低気圧の関係から湿った空気の流れがですね、こういった南から入ってくるものも一つあるんですけども、もう一つがここからぐーっと回り込んでこちらの低気圧の方に流れていくものもあるんですね。なので結構広範囲に暖かくて湿った空気の影響を受けてくるかなといった形となりそうです。で明日の東日本エリアの方のこの降水の状況、午前9時から見ていきますが、こちらの方を見ていくとですね、東海付近、はい、朝がちょっと強く降る時間帯もあるかなと見てください。で時間の方を進めていくと、少しこの強まるところや黄色のところ、濃い青いところがですね、昼から午後にかけては今度は東海から関東の方にこう移っていくといった状況となりそうです。まあ、長時間続くものではないんですけども、一時雨足が強まることもあるので、まあ、その辺は注意していただいた方が良さそうですね。はい、はい、詳しい雨の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。